母ちゃんに食わせる。いいな。コニー、ジャン、ジークの話によると、その子は戦士候補生で、ライナーら戦士隊の弟分だ。彼らと親しいその子を、僕たちが殺すとなれば、ライナーや車力の巨人と新たな争いを生むことになる。もうマーレが滅ぶのなら、これ以上ライナーたちと殺し合いを繰り返すことはないんだ。だから、俺の母ちゃんはどうでもいいってことか。そういうわけじゃ。俺がどう思ってあの母ちゃんがいる村に帰り続けたか、お前には分かんねえってのかよ。お前だってベルトルト食ったから蘇ったんだろうが、母ちゃん生き返らせるの止めんなよ。何？この砦も壊される。外の兵士は全滅か。ゲルダ、下がれ。ジークが生み出した巨人は？どうしてジークは巨人を制してないの？カヨ、早めろ！カヨ！